くなかった気がするんだけど夜になると普通に寒いね <laughs> 普通に寒いねあくまさんベッドの上配信そう今ベッドの上にねあの乗って配信しております <laughs> そうなんよねやっとねあのブログにも書いたんだけどあのベッドを、まあ、手に入れましてそっからね割と <laughs> わりと寝かし3週間ぐらい本当に寝かしてやっとね組み立てたからあの部屋が割とねキュッてなっちゃったから <laughs> 配信する場所どうしようってなってあもうベッドの上でいいやってなってね今ベッドの上から配信しておりますよろしくどうぞ <laughs> ゆうさんこんばんははんんんこばカリンこんばんはカリン,こんばんはカリンやッホー <laughs> 皆さんありがとうね見に来てくれておいおんたさんあかりっちこんばんはこんばんはいいおんたさんやほやほありがとうね見に来てくれてゆう <laughs> さん初見です <laughs> 今日もね初見いただきましたよ皆さんありがとう見に来てくれていえいえ。<laughs> イイイイシティくんえっあかりんのベッドシーン違う違う <laughs> ベッドシーンではないかなあまあある意味ねあのベッドの上で撮ってたからベッドシーンではあるかもしれんけど <laughs> ある意味そうかなじゃあホテさん3週間熟成させてたのにそう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 なんよあのね一人で作れるかなって思ったんだけどあの実際届いてみたらいやこれできんなってなってでお母さんがね来てくれるタイミングがあってそこで一緒に手伝ってもらって作りましたねだから3週間ほど寝かせてましたね そう熟成されたベッドですね私の <laughs> 皆さんベッド入るとお部屋狭くなるよねそうなんよねなんか表入りギュッてなっちゃった <laughs> そうそうまあでもね私結構狭いところ落ち着くタイプだからまあ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 それもそれでありかなと思っておりますお父さん熟成したベッドそうそうそう,そう熟成されておりますベッドが <laughs> いいいいいいベッドになったかな育ったかな <laughs> ゆえさん俺も真っ白のベッドになりてえな <laughs> どういうこと <laughs> ベッドになる <laughs> ゆえさんベッドになってくれるんか <laughs> もうあれだねじゃあ崩れないよう気をつけてか母 <laughs> さんお母さん母上様お帰りになられたのですかそうそうそう今日ね帰りましたね宝くじを買ってウキウキで帰りましたね。<laughs> そうさそうだからね昨日とかあのカレーをね作ってもらって私カレーを食べましたね <laughs> 急にご飯の話になるけどあ待ってクマさん待ってかわいいこのこのササンタの靴下みたいな <laughs> ありがとうアイテムアイテムサンプどっちだろうアイテムありがとう <laughs> やった こたさんこたつはこたつはどうした？っていうこたつこたつはあるよ。こたつはちゃんとね。あのありますよ。うん。あの前はね。部屋お部屋に真ん中ぐらいにね。おいたんだけどね。私のこたつはね。真ん中らへんにいたんだけど、まあまあまあのどんとベッドができましたので <laughs>、ちょっと寄ってもらい <laughs>。そうそう。<laughs> <laughs> ちゃんとねこたつはあるよ今でもね入ってるうんあ今今えな何何何は入ってないけどなん <laughs> あの、普段もあの、こたつ入って暖をとっておりますねうん久保さんライブは見てたのうんライブはね見てないねちょっとおうちでお留守番してくださってましたね <laughs> くださってました <laughs> そうそうそうまたさん、ベッドでの初飲みは何 <laughs> <待>って <laughs> 飲み飲みいつもあのお酒ではないんだけど今日ねそのリハがあってその帰りにちょっと寒すぎて自販機でカフェオレを買ってあったかいこのごくごくカフェオレっていうやつ私初めて飲んだんだけど美味しいこれを飲んでおりますね <laughs> カフェオレ。 クまさん、あかりんもチアーズのイベントで、うんうん、私はね、出ない。うん。えっとね、今回のイベントは、えー、はるちゃんとゆりちゃん、二人が出ることになっております。うん。みんな、応援してあげてください。ぜひね、チアチアいっぱいしてあげてください。お願いします。ク <laughs> まさん、もしかしてお部屋のお片付けあ、うん、片付けもね、したよ。したよ。<laughs> したよ。あの、なんか、 ね、ベッドやっぱ広げるからそのスペースを作らんといかんからもう片付けて置いてでそのいろいろ配置換えしてみたいなやったやっ <laughs> <laughs> たさんあら髪型かわいいおやったそうこれ今日今日ねこの猫ちゃんつけて何ハーフアップみやみハーフアップにしておりますでちょっと巻いたんだけどね あの取れちゃったねマキマキれちゃったよ <laughs> そう今日多分みんなもう言ってるんかなツイッターであの年賀状のやつのそのお写真をね撮ってまいりましたのでちょっと可愛くしようと思って可愛くしました可愛く <laughs> うんしましたおしゃれしました <laughs> そうそうそう だから今日はちょっと違うね髪型にしたんだけどもはやもうこの辺ボサボサよねもういつもボサボサよね <laughs> 私はいつもボサボサよ <laughs> もうちょっとでも動いたらすぐ髪の毛乱れるから <laughs> ねなんであんなにさメンバーの他のメンバーはね同じリハをしてきたはずなのに。 髪の毛乱れてないんだろうねって思うぐらい綺麗よね私 <laughs> すぐほんとにピュンピュンピュンって出ちゃうからどう,どうしたらいいんだろうねこれうん若干ねなんかワックスみたいなのつけてるはずなんだけどねなんかそれでも出てくる <laughs> あれかな私が動きが激しいんかな <laughs> 暴れてるんかな一人なんだろうなん,なんでだろうおお さん、いつもにも増してこわいぐらいかわい <laughs> ありがとうやったじゃあこの髪型がしてよかったうれ <laughs> しいやった <laughs> ありがてえよこのさええさんぼさぼさになってもかわいいよ <laughs> いいこと言ってくれるやった <laughs> 優しいありがとう <laughs> じゃあもうあれだねあのみんな許してくれたから、あのー、怖くないねぼさぼさになっても。<laughs> 謎のお父さんボサボサ配信わら <laughs> ごめんって書いてるえー、何がごめんそうボサボサ配信なんよねいつもねあんまりこう綺麗になってる時が少ないよね <laughs> なんでだろうこマさんオラオラには髪も勝てないんだねわら <laughs> 確かにそうねあのダンスからしてオラオラしてるから <laughs> それにこのねワックスっていうかねきれいにまとめてるやつもね無理無理だ抑えれないってなるかなえ辛い辛いちょっと頑張って頑張って私はわらがごめんあそういうことかわら <laughs> がごめんっていやいや謝らんでいいんじゃんよ全然全然もうもうボサボサ配信ですからねいつもあのね あで私がライブの後とかに配信する時はいつもボサボサ配信だからどんな髪型でもねボサボサしちゃうよねまあ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 しゃあないねしゃあないね <laughs> そういう人なんだろうね <laughs> そうそうそう,そうだからねワックスはね私にはあまり 影響っていいうかないのかななの <laughs> つける意味がないかもしれない <laughs> まあ気休め程度にねこうしてね <laughs> だからでもねカチカチになりすぎるんはちょっとね苦手だから昔はねなんかこうスプレータイプっていうのかな,なんかそれをねビャってやってもうカチカチになるぐらい固めてか、うん、でボサボサにならんようにしてたんやけどなんかねちょっとこれカチカチすぎんなって。 なってあんまりねね最近はつけない、ね、あとスプレータイプじゃなくてそのワックスなんか前にさはるちゃんと話してた私あのスプレータイプもワックスだと思ってたんだよそしたら「それはケープじゃない?」って言われて <laughs> ワックスとケープの違いをね初めて知った女なんだけど <laughs> そうこのワックスをねつけるようにしてるから。 それはもうねちょっとベタベタになりすぎないようにねちょっと配慮はし,て、ね、しないとねいけないんだけどカチカチはねならんからちょっとそっちで今ね抑えてるうんお父さん今日は夜ご飯食べたんそう今日はね食べましたよ <laughs> 今日食べたよご飯うん食べて帰ってきた <laughs> くまさん ある動画を頼んだのでお願いいたしますって書いてそうなんかリップでもねさっき書いてたけど了解した <laughs> そのある動画っていうのはちょっとまだ把握してないからあれなんだけど了解した <laughs> もうもうもうちょっとお答えできるようにもう全力であかりんの動画を撮るわあかり自分の動画を撮るわこまさんケープそう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 ケープ あのね普通にワックスと思ってたんよそれも私 <laughs> ちょ違うかった違うかったよケープだよそれって言われたからあそうなんやねっつって「初めて知ったー」言うて <laughs> 前話してた「お父さんその服と髪型似合ってる可愛いさあ似合った <laughs> 嬉しいそう実はね今日これねあおろしたてなんですよ初めて。 着た服なんだけどちょっと今見せれんからあれなんだけど <laughs> そうやった嬉しいちょっとねそれをね褒めてもらえたのはねちょっと嬉しいですね <laughs> やったなんかね本当は本当はっていうかねポニーテールも考えたの普通のいつものポニーテールも考えたんだけどちょっと今今さ本当に今日今日まだマシなんだけど前髪がね あの私美容院行ってちょっと切りすぎてもらいすぎて自分で巻くとねお前になっちゃってたんよね昨日とか特にそうなんだけどそしたらなんかくのいちみたいに、ね、なっちゃってて髪型もね影響で <laughs> だから今日ちょっとハーフアップまあこういうね服もあれな着てるからハーフアップの方がいいかなと思ってハーフアップにしたんよ。だから可愛いってっても 嬉しいです <laughs> ありがとうございますクマ <laughs> さん勘違いも可愛いから <laughs> 優しいそうずっと知らんかった <laughs> ずっと知らんかったよ <laughs> もうねちょっと学びましたねク <laughs> さん年賀状でそんな服見れる見てあでもねこの後普通にあげちゃうかもしれないけどいやでも隠れてるやつはありがないうんちょっと うん楽しみにしてて年賀状年賀状 <laughs> あのゲットできる方はねあのー、年賀状お楽しみにしていてほしいですタジオさんやっやっやっほやっほタジオさんありがとう見に来てくれてお元気ですかお元気ですか <laughs> そうそうそうおい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 もうね寒い寒いすぎてね鼻水が止まる <laughs> やばいよ今日今ね私の部屋の温度 度ですね <laughs> 相変わらず寒いですねでもね今日割とまだねあのあったかい方なんよね昨日とか今日の朝とかあの11度ぐらいまで下がってたびっくりした <laughs> えめっちゃ寒いやんって思った <laughs> みんなのお部屋ってそれぐらいなんかな私の部屋だけこんな寒いんかななん <laughs> でだろう さんお元気ではないですあれ,あれお元気ではないか <laughs> そっかまあでも仕事とかねしてる人はね今この時期めっちゃ忙しそうだもんねあの何ゆっくり休んで元気出してし <laughs> か言えんぞ <laughs> 熊さん曜日感覚がなくなってきてるわらっていてる <laughs> そっか今だって錬金してるんだもんね熊さんね <laughs> 確かにね それもねなくなるよね曜日感覚ねなんかあれ今日何曜日だっけもうずっと働いてるからわかんないやみたいになるよねつ <laughs> らいってさん14.7とかやべえじゃん冬じゃんそうそうなのよめっちゃ寒いのよ <laughs> もうだって前は言ったかななんか冷蔵庫がさ、ま、マイナス十八度18度ぐらいなんでしょか確かでそれより寒いから ね <laughs> 寒いんだよお父さん14.7度は寒いね寒いよねもう多分これがあと1月2月3月ぐらいまでは続くからなちょっとねもう毛布手放せんよね <laughs> もうずっとくるまってかないとあとこたつからは離れられないから <laughs> こたつはもうずっと出てるんだけど でじゃあさ、全然オタクしてないで、ね、あそれは確かにねあの元気なくなるか <laughs> じゃああれでねあのできる時にもう思う存分やろうぜあの9いのライブもねあるので <laughs> ぜひそちらでねオタクしていただいてお願いします皆さんさっき帰宅した時11度でしたあやっぱり一緒だ私の家と一緒だ 寒いって11度は寒いよでもね私なんかここかなここに越してきた時かなか大阪に行った時の部屋の温度最低気温がねあの10度切ってた時あったよね確か <laughs> なんか8度ぐらいまで下がってた時があった気がするんよ記憶にあるんよ確かだかだらね 覚悟をしとかんとね、今のうちに <laughs> 今のうちにねあれれれれほうちさん、自分の家も寒い暖房綺麗だから言ってたね <laughs> 暖房しないっていうねわかる私も暖房はね、なんか違うなって思ってあんまりしないんだけどあと乾燥するからねあえないんだけどわかるわかる <laughs> くまさん、めでたく 25…25 連勤あれ、前20連勤とか言ってたくない <laughs> やばくまさんもう死んじゃうて仕事詰めで死んじゃうてマジかえでも本当に体調を崩さないよ気をつけるんだよくまさんでてさ毎日お宅してるから曜日感覚なくなったわっていう世界線どこだ確かにそれめっちゃいいねその世界線めっちゃいいわ そのねあの曜日その理由で曜日感覚なくなるのは幸せだねあれみたいなあれ今今日何曜日だっけみたいな、うん、めっちゃハスルしてるかわからんやみたいなね <laughs> いいやめっちゃあとさん上,上何か羽織ればいやねどうしようかなって思ったんだけどちょっともうつっちゃってるから怠惰、怠 <laughs> 惰なんだけど <laughs> まあいいかなみたいなあちゃんとね膝には。 何毛布っていうか膝掛けねつけてるから大丈夫大丈夫うんあの耐えれるぐらい耐えれるぐらいでさ夏は冷房冬は毛布わかるー夏の冷房はね私もね平気ないよねなんか知らんけどだからクーラーとかねつけるんだけど冬はねなんか暖房つけるのがね 抵抗があるっていうわけじゃないんだけどなんかこううんまあいっかみたいになっちゃうよねくまさんその映画が見れれば大丈夫 <laughs> 嬉しいこと言ってくれるやん <laughs> もうもうもう私もそうねくまさんがそうやって言ってくれるから元気出る元気出る <laughs> 頑張れる <laughs> じゃあねえね坂道やったら全曲あそっか坂道やったら ほほほほぼぼほぼぼだよ、ね、ほぼほぼ全曲だよよね全曲たぶんゴールドのゴールド,ゴールドゴール <laughs> ずっと言えないぞゴールドのアルバムはたぶん全曲制覇するえ多たぶん坂道ってゴールドに入ってたよねアルバムだからね早くお披露目したいんよ <laughs> お披露目したいんよ <laughs> とあ,とあとでね告知とかもする時にもねまた言うんだけど 二十五日にね、あの初披露するっていうことが決まっておりますのでね、ぜひね。楽しみにしてください。でしてください。こさん、今布団の中、かっこごめんなさい。<laughs> いやいや、もうじゃあね、あの私の分まで温まって、ぬくぬくして。でさ、二十七日、ちったいず神み。<laughs> そうです、つぶやいてたの見て、いいね押しちゃった。<laughs> そうそうそう。 いやね27日ねいっぱいいろんな人が出るからぜひねあの「Queen’s」のライブにも来ていただければと思います <laughs> お願いしますイエさん、ウォッカを飲んでた待って体の内側から温まろうロシア人みんなそうしてるかっこ平気ってことはこれちょっと憶測が入ってるな <laughs> いやでウォッカね いや私ウォッカ飲めない気がするぞ <laughs> 飲めない気がする <laughs> ちょっとねーあれだわーアルコール度があっ待ってアルコール度って何だアルコールはねちょっと厳しい高めのやつじゃない確かウォッカってだから飲めるかなあの一口ちびっちょびっとな飲んだらもういいかなって感じかもしれ <laughs> 熊さん、みちゃんはゴールドあゴールドじゃなかったんかあ待ってインフィニティだインフィニティだよって書いてるあそっかそっかそっちかそっちかそうだそうだインフィニティかごめんありがとうくまさん教えてくれてありがとうありがとう <laughs> そうかなんかゴールドのイメージが強かった <laughs> 強かった <laughs> 最近聞けてなかったから忘れちゃったよ 皆さん27が今年最後かなあかもしれんねうんうん今のところ多分そうだと思うねうんあとあ待って待って待って25じゃ202527のあと3回だねライブ早いね今年今年 <laughs> 今年のライブあと3回で終わっちゃうって考えたら早いなって思うねめっちゃ。 おじさん27日コールありなのよねちょっと待ってねなんかねそうやっていうふうな感じのことは見た気がするんだけどちょちょっと待ってね確認するわえー、えー、えー、ええええちょっと待ってねうんうんうんこれ <coughs> えこれをちょっとこっちに持ってきーのおおモッテキーの2027だよねちょっと待ってねちょ えっとねおうおうおお待て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 えー、えー、えー、ええー、え2 7十七日の詳細が <laughs> どこだどこだおうおうおうおー <laughs> 見当たらんぞ20えー、あったっこれか27 あれでもここおいあれでも書いてないよ待って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 あ、そっかちょっと待ってう <laughs> んと インズスタッフのやつ書いてないやつちょっと待ってねあれなんかでもね聞いた気がするんだけどねちょっとまた確認してからでいい <laughs> ちょっと不安だからあのマネージャーさんに確認してしとくわしとくわあっ待ってホーチさんコールありなのに大声 NG という微妙なるそう あ、そうだね私昨日聞いた気がするなそれなんかうんなんかめっちゃ大声のやつはダメだけどこ小声っていうかこう普通のおしゃべりする程度の声なら大丈夫みたいな感じのことを聞いた気がするな確かにでもまた確認しとくわそれもねうんおじさん出番終わった後もし時間あったら是非ポピーエモのライブ見てくれ めちゃくちゃゃくいいんじゃお本ほんとポピエモさんねちょっと待って書いとこうえっ、ー、とねえっ、ー、とねポピエモさんえっ、ー、と2727 27日だよねこれたぶんポピエモさん見るって書いとこう見るオッケー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 ありがとうちょっと見れたらね見に行くうん ありがとう教えてくれたささんさん僕様はやってない、ね、あそうだね僕様やってないね <laughs> じゃあまだ全曲してないな <laughs> そうじゃんしてないじゃん奥 <laughs> 様とあと待っておさん書いてかあ白線って披露したんって書いてか白線もしてないね白線と僕様とあと何やってないっけでも割とやってきてはいるんだよねあとのほいつ待って今あ待ってあれもしてないや listen to my heart my ってるもうしてなかったはずあとね何があったかなはあと何があった <laughs> あと何があったかな別に <laughs> オタクは基本節度がぶっ壊れてる生き物だからか大丈夫かっこはて節度がぶっ壊れてるの <laughs> 初耳だぜそれは <laughs>。 僕様とか白線みたいな限定的な曲は全曲に入れていませんあそういうことか <laughs> そういうことか <laughs> そっか僕様はねもう本当に夏とかね感じでえ白線って限定的なの私白線好きだけどスタートラインスタートライン大 <laughs> <laughs> さんキャン、アイキャンは声出しありであなるほどねイキャンは声出しありなんか。 みんなの方がよく知ってるねごめんありがとうありがとう <laughs> 教えてくれてありがとうねいやさんあかり真剣なんなんで学ガせんやもうずっとめっちゃ探しちゃった <laughs> やばいやばい爪、ね、<laughs> マえチさんコールは禁止していませんがなんちゃらって書いてあるありがとう教えてくれて小声のそう小声のコール,コールなんかね本当に普通のなんかおしゃべりの程度の大きさならなんか いい感じみたいな感じの話は昨日確かねしてたはずなんだけどもう一回ねあのちゃんと確認しておくうんでまたねあのお知らせできる時にお知らせするんでちょっと待っていただければと思いますク <laughs> さんえ小さな声でオーイングかっこら待ってオイングってなんじゃオイング <laughs> 小さな声でウォーイングってなんじゃなんじゃんテイさんあれリッスンやってないっけあそうやってないリッスンもねやってないよね母さんリにやってうんそう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 リッスンもねやってなくてあと何やってないんだっけほぼほぼできるようにはなってきてるのかなでも割とテイさんアクセはあんま対バンではやらないよねオタクが泣いちゃうから <laughs> 確かにねしっとり系のね曲だから <laughs> おたくさん泣いちゃう <laughs> いやでもいい曲よねうんうんうん私もねあのライブあのキンズ入る前にあの見に行かせていただいたキンズのライブ、ね、にあの白線歌ってたからめっちゃいい曲って思いながらねその時聞いてたのを覚えてるねうんあ月の人さん ヤッホーチンって書いてる <laughs>。ありがとう見に来てくれてヤッホーヤッホーとうありがとさん、チッとは昼から入って夜まで体調を託します。<laughs> ぜひぜひぜひ。長いね。<laughs> いやいやありがてありがて <laughs> ちょっとめちゃ全力で楽しんで。ほ <laughs> ちさんもコール忘れたから大丈夫わらって書いてる <laughs>。コール忘れちゃったか。<laughs> 言うてね私もねあの、3月の27日のお披露目の時にしかねあの、コールっていうものはね聞いてないからあのね早く聞きたいねちょっともうちょっとね声出せるライブが増えてきたらいいんだけどちょっとまたねコロナ増えてきちゃってるからなかなかねまだ難しいかもしれんからなけど。 ちょっと楽しみ、コール聞けるライブがいつかできるように、できるように、の楽しみに、ちょっと、頑張る、頑張る <laughs>。いやさ、みんな頑張ったねーってか、ありがとう、頑張る、頑張った。いやでもね、まだまだ成長しないとね、いけんからな、頑張るぜ。<laughs> いやでもね、なんか、振り入れ、まあ、最初の頃かな、はもうね、本当に、 まあ、近所たくさん曲あるからなんかもう大丈夫なんかなって自分でも覚えれるんかなってねめっちゃね不安だったんだけどもう全部ねどれもねいい曲だしあの振り付けが楽しいしまず <laughs> だからね覚えるのめっちゃ楽しかったよ。早くね全制覇 <laughs> 全曲ねできるようにねちょっとしたいね。 まさ博士昔ドラマで挿入歌で使われてたらしいよかっこ晴れパン時代そうなんだほうそれは知らんかったいやまあいい曲だもんねドラマで挿入歌ってあめっちゃいい良さそうなんかもういいタイミングで流れてそうの確かに曲調かもしれん <laughs> うん「博士ヒットスタートライン」だもんねいいよあれ好き 11時に入って21時終わり予定とか死んだかっこ死んだ <laughs> 2回書いてる <laughs> いやでも長いね11時に入って21時終わりてもう半日以上かないや半日うんいやほぼほぼ半日だよね10うんうんうんそうだよねおお結構長長長調和っていうのかな <laughs> あの ね、あの盛り上がりすぎて最後の方いやでもねど,れどの人もねどのグループさんもね多分めっちゃ最高なパフォーマンスしそうだからもう気が抜けんねずっと <laughs> うわーってなるからちょっとそのその日の夜帰ったらえっ、ー、ってなってそう「<laughs> 力尽きた」みたいな「あたさん加入して1年足らずでほぼほぼ全曲覚えたのはすごいありがとう!」 褒めてくれた <laughs> いや嬉嬉しい嬉しいい <laughs> いやでもね覚えれてよかった覚えれてよかった <laughs> いや楽しいんだよな全部なんかいつも本当に「せとり」とか組む時どれしようかなっていつもねもう今回どの曲しようかみたいなねけど私の中でのね好きな曲のランキングがあるから「どれしたい?」って言われたら「これ!」って言うよく言うね曲とかが。 ああるるにはあるんだけど <laughs> そうそうそううんやっぱダンス私もともと好きだったからね楽しんな <laughs> 振り入れはうん覚えるのはねあの私多分結構遅い方なんだけど <laughs> あとねフォーメーションをね覚えるのが苦手だからちょっとね早くね覚えれるようにもちょっと頑張りたいんだけど <laughs> そうでもね 楽しいねねダンスは、ね、じゃあさ「ちったじゃオタクがどんなに頑張っても多分声聞こえないよ笑って嘘 <laughs> そうなんかねそうステージから客席までなんかすごい距離っていうかね間があるっていうのはね昨日聞いたから <laughs> マジか聞こえないんか。 あ、言ってくれてるんだろうなっていうのを察しながらするわパフォーマンス <laughs> うんちょっと察するわほち <laughs> さんまずいの曲のコールを知らんのだがそっかそっかそっかじゃあ私と一緒にあのね初めてコール聞いた時一緒に学ぼうぜ <laughs> 学ぼうぜ <laughs> でねさん僕も甘やかしオタクしたいからよしよししとこうよしよし <laughs> やった よしよしされたたじュさんに <laughs> ありがとうもうもう私は嬉しいです <laughs> 頑張れるもうそれで頑張れるよたじさんくま <laughs> さん3期の新曲も欲しいねねっ欲しい3期のね新曲もね欲しいね確かにもう真、まあ、新しい曲 <laughs> ちょっと楽しみに待ってようかなちょっと作っていただけることを <laughs> 紫りさんありがとう見に来てくれてヤホやほ,やほうたいさん後半大体楽しいからずっとフロアにいるそもそも物販いかないし <laughs> 行かんのかーいい <laughs> いやでもね楽しいが一番だよねうんたさんはあれかななんか前に目に焼きつける的なことを言ってたからね <laughs> もうもうもう心のシャッター切りまくりだよね <laughs> みなさん二十五日はたくさん聴けるね。ね、もうもういっぱい歌うから、ぜひね来てほしい。<laughs> あとね二部二部の時にはあ、えー、のユニットユニットコーナーもねあるからねまた違ったなんだろう曲とかね聴けるからぜひぜひぜひ来てほしいです。テジャーさん僕も早く覚えたいから参考動画ください。<laughs> 参考動画。 <laughs> そっかえー参考の方が私は参考になるかな <laughs> あのー、どあのー、現場で覚えてほしい <laughs> でもねタジさんね普通にめちゃくちゃ覚えてるよねあと覚えてない曲とかあるの逆になんかすごい踊ってくれてるからめっちゃ嬉しいんようん 見えてる見えてる <laughs> 踊ってくれてるとこ見えてるから皆さん3期1周年記念で、ね、新曲来ないかなあめっちゃいいねそれそれいいね私も欲しい <laughs> 私もそれ欲しいなちょっと神様にお願いしとくわ <laughs> お願いしますって <laughs> 今年新年明けたらお参り行った時に「よろしくお願いします」みたいなねちょっと願かけしようかな <laughs> くまさん25日は見つめさせてもらいます <laughs> わ照れてしまうやつだ私が <laughs> ちょっとねあの見つめ合うの私ねあのすぐそらしちゃうタイプかもしれんから <laughs> ちょっとね恥ずかしいってなるけどいっぱい見,見てじゃあ <laughs> もう大事さ物販興味ないんじゃい <laughs> 興味ないんかーい <laughs> ちょっとは興味持って <laughs> 持って <laughs> いやでもね やっぱねフロアにいたらねいろんなアイドルさん見れるから、まあ、それはそれでね楽しいからよきよよきよ。25待って待て大将さん25日は物販監視オタクします <laughs> 監視すんのいやいやいやちょっと参加してくれ参加しようぜもうもうもうメンバーとい,いみんなで話そうぜ <laughs> ええー、ねちょっとお話 しようぜ25日みんないっぱいお話ししようぜ <laughs> っ待って38分か待ってじゃあ今告知していこうかなちょっとおじさんじゃあ俺も見つめるかなかっこ怒られる案件 <laughs> いやーちょっとね見つめられたら私あの多分無駄にヘラヘラしちゃうタイプほんとにえっ、ー、みたいな感じになっちゃうから。 いやまあ、いつもヘラヘラしてるんだけどねだ <laughs> って A さん「え今来たばっかり」って書いてある <laughs> ありがとうもういつもありがとう嬉しみだ <laughs> ちょっとね告知をねお先にしちゃおうかなと思いますあ待って待って待って変になっちゃったえっとねまずまず直近のライブからいっていこうと思いますえー、っとね今週の日曜日、えー、20日 に、えー、ライブがありますで出演時間が11時15分かっていうねちょっとお早めのね時間帯になってるんですけどねぜひぜひ見に来てくださるととてもね嬉しいです。でえー、とーっとおおとなってなんか変になっちゃったおーおー待って待って待ってえなんか変になっちゃったなんだなんだおなんか勝手にスライドさせされていくんだがこれはどうした なんんかすごいドゥ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 ってきちゃうんだけど何これどういうことどういうことちょっと待ってね一旦待ってね <laughs> 一旦待ってうんあっりましたなりました <laughs> ちょっとねいつもわちゃわちゃしちゃうななんでなんだろうもうそういう性格なんかな <laughs> 特典、うん、会議11時45分からとなっております。あこれ20日の話続いております。で、えっ、ー、と、こちらがね、前売り金が3000円で、えー、当日券が3500円となっております。ぜひね、あのー、見に来てくださると、見に来てくださ、見に来てほしいです。見 <laughs> に、えー、来てほしいです。で、えー、25日に、えっ、ー、と、金ズのワンマンライブ、ワンマン主催ライブがございます。 こちらが一部と二部で分かれてまして一部であの坂道初披露となっておりますであの制服姿がね見れちゃうのでぜひね一部もね来てほしいですで二部が、えー、とサントコスとなっておりましてユニットのコーナーもありますのでね盛りだくさんなのでぜひね一部二部、えー、どちらかでもだけでもっていうのも構いませんのでぜひね来てくださるととてもとても嬉しいですでえっ、ー、と二十七日 にもライブがあってこちらが出演時間が13時25分からとなっております。で、特典会が14時45分からです。なので、こちらも、えー、来てくださるととても嬉しいです。よろしくお願いします <laughs> で。で、えー、ネットチェキ会になるんですけど、こちら24日のクリスマスイブに、えー、ネットチェキ会があります。で、こちらが20時30分からショールームにて、 えー、生配信されますので是非ねあの参加ご参加してくださると嬉しいです。で、えっと、こちら全チェキソロチェキ2つ種類があって全チェキが2500円、えー、ソロチェキが各メンバーそれぞれ1000円となっております。でこちらの、えっと、ネットチェキ会のチェキをね1万円以上ご購入してくださった方にはえー キューンズメンバー全員で書いた年賀状をねお届けすることができるようになりますのでぜひねそちらもぜひあのゲットしてみてくださいよろしくお願いしますでねネットチ業会これで OK かなうんでえっとねライブ情報とか以外でえっと宣伝が待ってね えっと、オンラインショップの商品紹介になるんですけど、えー、10秒動画30秒動画っていうのがあってそちらはねあの日時指定していただくとなんとクリスマスバージョンとかがね今なら、えー、の頼めることができますのでぜひねそちらもチェックしていただけると嬉しいですよろしくお願いしますでえっと次次が最後かなこれが最後かなあのコンピレーションアルバムっていうのがありまして そちらが今、物販にて発売されております。で、こちら価格が2000円となっております。で、物販で1枚ご購入してくださると、スタンプカード1枚、1, 1枚じゃない、一ポイント、貯まります。で、こちらがね、ポイント貯めていただくと、あのー、画像が出るかな、うん。そう、交換できることができまして、2ポイント貯めていただくと、ソロジャケット全5種から1つ、えー、交換できます。で、 3ポイントになりますとブロマイドセット全5種から1つ交換できます。で12ポイント集めていただくと撮影会参加券がゲットできるのでこちらがね今参加その撮影会の日付が2月14日の夕方から夜の時間を予定しておりますのでね是非ねこちらも参加券ゲットしていただいてあの。 撮影会参加してくださるととても嬉しいですよろしくお願いしますでえっとねこちらの実地期間が2021年の1月末までとなっておりますのでねあのお買い求め <laughs> お忘れなきよううん <laughs> 忘れなきようよろしくお願いします <laughs> こんな感じかな というわけでくまさん。今日のスクショ事故事故がなし。過去起動。本当やば。<laughs> それは奇跡だ。確かに <laughs>。それは奇跡すぎる <laughs>。いや、もうね。あの事故がばっかりの女だから <laughs>。女だからそれは奇跡すぎる <laughs>。やった。<laughs> いい日だ。今日はうん。ゆうさん、いっぱいヘラヘラしてこうなって <laughs> ちょっとね。ヘラ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 させていただきます。じゃあ。<laughs> たじさん、25日に全てをかけてますって書いてる <laughs>。全てをかけて <laughs>。クマさん、かわいいかーって書いてる。だ嫌だ <laughs> 褒められてしまった。たじさん、お宅も制服着てきてください。僕は着ません <laughs>。待って。言い出しっぺが来てこんのかい <laughs>。え、でもいいね。みんな制服着てね <laughs>。クリスマスだし <laughs>。 でさ年賀状って全員なんだ豪なそうそうそう全員で書いた1枚をプレゼントっていうかお届けするようになりますのでねぜひご検討ください <laughs> あくまさんコンピューションあんまり言たちゃんとね言えたよ藤内 <laughs> さん告知頑張ってって書いてあ,ありがとうもうね結構ね私告知の下りグダグダになっちゃうタイプの人だから <laughs> ちょっと今日今日はなまだマシだったはずよ多分 <laughs> さん撮影会ジュルって感じる <laughs> よだれてる垂れてる <laughs> いやもうね是非撮影会私も初めてすることだからちょっとねきなんかワクワク緊張ドキドキある <laughs> そうあるからえこうねたくさんの人が参加してくださるととてもとても嬉しいのでよろしくお願いします A <laughs> さんお知らせもたくさんだねねもういっぱいいっぱいいたよ今。<laughs> ね、めちゃくちゃ言ったからちょっとブワって結構早口で言っちゃったかもしれんけどツイッターのあの k、ー、i スタッフのねツイッターアカウントでこう書いてもありますのでねぜひ気になった方はちょっとねお調べしていただけると嬉しいです。た <laughs> たさんんん撮影会僕の主そそうなんや <laughs> そうななや私,私も初めて聞いたぞタシさんそれは。 撮影会、現場なの <laughs> あれそんなイメージちょっとなかったなあ <laughs>「おっさん撮影会行きたいよー」って書いて「ええー、ぜひ来てほしいなあ <laughs>」2月14日かなうん2月14日をね予定しておりますのでね是非是非予定をちょっと調整できるのであれば調整していただいて <laughs> よろしくお願いします。ささんん告知たくさんで売れやったくで 私も嬉しい <laughs> けどねあの私の下手くそな告知でこんがらがってしまったらごめんね <laughs> クマさんおっさんの制服見たいかかっこわらいやでも楽しそう楽しそうなんよね <laughs> 意外とみんな似合うかもしれんよ全然まだあ俺まだいけるかもってなるかもしれんよゆ <laughs> エさん、いっぱい告知えらいやった覚えられたやったやった <laughs> 嬉しいみんな褒めてくれるやんたじわさん見たくないですカッコきっぱりって書いてる <laughs> マジかマジかえちょっと見てみたいなみんなのあの制服姿 <laughs> ちょっと見てみたいなあのクリスマス仕様のなんかコスプレでも全然良きようんかま <laughs> さんあっかりなちゃあちゃ減っちゃったごめんいやいやいや全然よ。 あのはるちゃんとゆりちゃん応援してあげてくださいもうぜひぜひぜひそちらも頑張ってお2人やると思うのでよろしくお願いします <laughs> シティくん「ないない」って書いてるわって「<laughs> ないない」ってどういうこと <laughs> あれかあの俺まだいけるかもしれんっていうなることがないないってことかな <laughs> ええうそシティくんとか普通になんか来たら「おい 全然いけるじゃんってなりそうなりそうなりそうだよ <laughs> でもみんなでなんかコスプレパーティーみたいなもしてみたいねなんかみんなおーのファンの人もコスプレするみたいな <laughs> いやなんか楽しそうだねそれちょっとハロウィンとかねそういうイベントの時にねもうみ,みんながみんな本当にコスプレしてるみたいなちょっと面白そう <laughs> あー待ってくマさん 書いてくれてるやん。49分 <laughs> やば<っ>ちょっと4分過ぎちゃったよ。<laughs> ありがとう。教えて教えて。う待って教えてくれてありがとう。やばい、肝心な時に噛むイよな。本さんクリスマスにコスプレする文化は持ち合わせておりません。<laughs> あ、じゃあちょっと今年から持ち合わせてこうぜ。<laughs> ちょっと今年からデビューしていこうぜ。クリスマスにコスプレするデビュー。<laughs> していこうぜ！ おさん今日はもうみかん食べて終わりかな待ってみかん食べて終わりちょっと私今からみかんむき始めたらもうもうもう20分ぐらいかかるぜ多分 <laughs> もう白いとこちま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 取るから <laughs> シティ君そのまま学生やり直せって言われるからやめてやめろくださいやめろくださいなってる <laughs> 嘘ソワルタンだがそんなこと言われるの いやー <laughs> あごめんおつがか,かりじゃおつがかりじゃあねちょっとねあの10分じゃない5分ぐらいちょっとまた過ぎちゃったんだけど今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございましたほいほいということでじゃあね最後に自己紹介で控え言えない自己紹介だけして終わろうと思いますのでえーおりなうと思います。 はい、キリンズの緑色担当マシュラあかりでした、えー、こちらツイッターのアカウントとなっておりますので是非ねちょっとでも気になったなって方はフォローしてくださるととても嬉しいですありがとうございました A さんお疲れ様お疲れ様ありがとうね見に来てくれて本当にお疲れ様またさん配信ありがとうねまたねいやいやこちらこそ見に来てくれてありがとうまたね A さん配信お疲れ様ありがとうみんなもねお疲れ様でしたほいほいほい ということでね、あの見に来てくださった方、今日もね、ありがとうございました。最後までね、お付き合いいただきありがとうございました。えー、一日の最後にお会いできてよろし、よろしかったです。じゃない。<laughs> 嬉しかったです。お話できて楽しかったです。ありがとう。子さん、私服の時間でした。いや、嬉しい。ありがとう。ありがとう。嬉しい。ま <laughs> つさん、お疲れ様お疲れ様ありがとねー。ということでね、ましろあかりでした。えー、 今晩もね寒いのであったかくしてみんなゆっくり休んで寝てねあのー、寝落ちとかはちょっと気をつけてしないように <laughs> お気を付けくださいありがとうございましたまたねあっほうちさんほうちでねしばりんさん,、ね、しりさんおやすみおやすみありがとうしばりさんありがたねーほうちさんよろしかったです <laughs> 間違えたぜ <laughs> ちょっと間違えたねありがとうおやすみなさいゆっくり休んでねバイバイ